山本宗五郎作「土佐の国柱」「一甲賀様召されます甲賀様甲賀様」様連日のおとぎの疲れで座ったまま歌種たたをしていた甲賀おのべは二度目の呼び声ではっと目を覚ました金十番。 岡田石一郎の青白い顔が、食台のほかげに揺れて、勇気のように見えた。おのべは立然として、思わず、どうそばしたご急変かと、息を詰めながら聞いた。いえ、おかみがお召しなされます。お召しああ、そうか。ほっとためいをついて 小野兵衛は何度もうなずいた。土佐の神山の内一豊は春からの美容が次第に重って初秋とともにいよいよ渋滞となり殊にこの死後日はずっと既得の状態を続けていたので重臣たちはほとんど城中に爪切りであった中にも甲が小野兵衛は身分こそ千二百石の侍大将に過ぎなかったが 和豊がまだ伊右衛門といった時代からの随心だし、帳愛ことに扱ったので、昇進の様は旗の見る目も痛ましく、もう二十四日というもの、一度も下場せず、寝食を忘れて万一の回復を祈っているのであった。病魔はがらんとしていた。おとぎ衆もいず、じも女房たちも見えなかった。 ちこうずっとちこうごめん遠慮は無用だずっとちこーよれかずとよは痩せた手をあげてさしまねえたそしておのべが言われるままに冗談まぎわまで執行するとおちくぼんだめを静かに向けてこよいはそちという く,っくり話そうと思ったので、わざと一同に遠慮させたのだ。そちと差し向きで話のできるのも、おそらくこれが姉妹であろう。顔を見せ。おのべえは素早く涙を押し拭ってから、平伏していた顔をあげた。かずとよはしばらくの間、じっとそれを見守っていたが、 そちもじじいになったな。と、しみいるような声で言った。思えば、そちとは長い祝宴であった。囚獣揃って芋がゆをすすった終わり時代から、生き残っているのはソち一人だ。覚えておるか、安土の馬寄せの日のことを。 まことに、昨日のごとく覚えまする。一豊がまだ木下秀吉の配下であった頃、その妻が鏡箱の中から金十両を出して夫に名馬を交わしめた。安土城を馬寄せが行われた時、これが信長の目に留まって、一豊出世の短所を成した話は有名である。 あの自分は苦しかったな。一全ゼめの折りなどは布が足りなくて、措置などは竹槍へシブを塗って持ち寄ったぞ。それが今ではこうしてジュシいげのとさの髪、二十四万国余りのある字となり、芋が湯をすすらせた措置にも。 どうやら人並みのことがしてやれるようになった。和豊は家宝めでたき生まれつきだと思う。お野兵衛は声をしのんで平腹した。和豊はしばらく息をついていたが、わしはするだけのことをした。と静かに続ける。 もういつ死んでも惜しくはないただ一つ心残りなのはわしが不得であったばかりに生前この国の民心を統一することができなかったことだこれだけが王女の生の証言だぞおのべえの肩の震えるのが見えた 和ズトヨが土佐に放ぜられたのは、慶長五年であった。その以前は、長宗我部氏が領主で、元地下森地下と二代続いた名君であったから、領民たちは神のごとく崇拝し、また、自負に対するごとく懐いていた。だから、和ズトヨが入国しても、彼らはあえて恭順を示さなかったばかりでなく、 かえって反感をさえ抱いた結果、あるいはと豊の行列に向かってバリを飛ばし、石を投ずる者さえ出てくるありさまであった。しかし、と豊は、奮撃する家臣を戒めて、身だりに罰してはならぬ。体を切ることはできても、心中の逆意までは切れない。我に向かって石を投げるのは、 前の領主を追悟する心からで、これを全同し武育すれば、やがては我のためにも、不尺神妙の民となるであろう。刑罰を元にしただけでは、決して国は治まるものではないぞ。そう言って、家臣の次長を命じた。かくて5年、数と豊は熱心に前盛を敷き、 庶民の安堵を図ってきたが剛腕不屈の土佐人は一家な心解けず領なよ一歩奥へ入ると諸々に土着の豪族がいて公然と山の内家に対抗の勢力を張っていた「に、わしの申すことがわかるかは土佐一国」。 山の内家に起伏する日こそ初めて一豊が成仏をする時だそれまでは晩閑の監禁供養も無益だぞそう言ってから一豊はやや久しく規則を整えていたがやがて調子を改めておのべ そちはわしにとって半身同様のものじゃ。おいばらは無義無道のものゆえ、家中には厳しく禁ずるが、そちだけは格別だ。冥どの友をしてくれ。お許しくださいまするか。許さぬと申しても、わしが死んで生き残るそちではあるまい。 おいばらゆるす。なれどすぐにはならんぞ三年待とう意外な言葉であった三年とはいかなる御意にて土産を頼みたい三年の間に土産を作ってまいれ それまではメイドで待つ。は成仏せずにそちの追いつくのを待っておるわかるか謎のように言う和豊の目をひたと見上げたおのべえはやがてニッと微笑しながら「異彩いいかしこまり立て祭る」と答えて平腹した。 四十四年先人の間に生死を共にしてきた周十が果たして何を訳したのであろうか和豊はそれから数日の後慶長十年九月二十日に死んだその日和豊は死に臨んで生死の忠義和豊に子がなかったので弟首里之助康豊の子を しとしたお呼び列座の老身に工事を託した後特に言葉を改めて「おのべえは我が家にとって功労抜群のものである老年であるからわがままの振る舞いもあろうと思うが何事も差し許してやるよう」。 とした。一家中の悲嘆は言うまでもなく大阪の豊家や遠く徳川家からも弔問の使いが来たりして七七期までの宝家は盛大を極めたものであった。 かくて、百日記の時である。二代忠義が方へに参ずるため、行列を新女寺に向かって進める途中、吐列していた土民たちの中から、友崎へ、聖魚を放ったものがあった。仏寺に聖魚を投げ撃つ。それでなくとも日頃から憤満を抑えかねていた家臣たちは、この乱暴を見て角度し、 狼藉者を逃がすな邪魔する者は切ってしまえと気負い立ちすぐに乱暴者をひっ捕らえた木早の者は刀を抜いて即座にも切ろうとするそこへ騒ぎを知って甲賀斧兵衛がはせつけてきた「静まれ静まれ何を騒ぐ狼藉者です」先どもの中から。 騎兵衛という一徹者が進み入れて答えたお友先へ制御を放りおったのですご仏事と知ってこやつお行列を汚しおったのです嘘だ投げたのではない捕らえられた若者は呆然と叫んだ魚にはぬめりというものがある 洗っていたら手を滑って飛んだのだ。人間には過ちということがある。過ちで飛んだのだ。こいやつ、抜け抜けと申す。問答に及ばぬ。切ってしまえ。待て、待てと申すに。騒然となる家臣たちを、おのべえは大音に抑えながら言った。過ちであるか。 わざといたしたか。いずれにしても取りただしてからのことだ。このまま奉行役まで引いてまいれ。手荒なことをすると許さんぞ。大せではござるが、土民への見せしめとして、こやつはここで切るべきだと存じます。騎兵が我慢ならぬという調子で言った。しかし、おのべえは固く頭を振り、ならぬ。 奉行所へ引け。申し付けたぞ。そう命じて立ち去った。法栄が済んだ後、この若者の処置について、老人たちが評議を開いた。田中孫作、西崎玄馬、後藤幸恵などの人たちは、最も抗論で、刑罰を明らかにするいい機会だ。お代替わりを幸い率を改め、 意を源にして領民の心を起伏させなければならぬ。このためには残罪にして庶民への見せしめとするがよい。ということを主張した。議論はほとんど列座一致するところであったが、その中で一人がんとして承知しないものがあった。河河が尾の米である。拙者の意見は違います。 彼は座の真ん中へ進んでいった。大通院様は、ご生前、刑罰は重からざれと、よくよくおせられてござる。第一に、領民の心腹せざる理由は、長我部氏の遺徳を慕うあまりのことであって、申してみれば我らに長我部ほどの徳がないとも言える。聞き捨てのならぬことを言う。 気公はお家のろくをはみながら土民に加担してお政治向きを誹謗される気か言葉とがめはおかれ。拙者は老年のわがまま者でござる。大通院様よりおのべえにはわがまま勝てたれとご遺言のお許しがござる。気公はご遺言を盾にとって横車を押すか 田中孫作は土器を発して「さらば孫作など何を申し上げるにも及ぶまい大座将」そう言って席を蹴って去った後藤幸恵も西崎現場もそれに続いたそして尾野兵の主張がうやむやのうちに通ってしまいかの若者は間もなく無事に解放された 「殿の,のお馬は足毛にて平社の蔵置取り広げ取り差しげ御仁馬遠く見てあれば」。やんややんやうまいぞこやた立ってまえ若衆ぶりを女どもに見せてやれ。十四五人の若い武士たちが。 手を打って生やすのに答えて、池藤小屋田がひょろひょろと立ち上がった。それでは舞うぞ。白い桃を見するなよ。女どもが気を失う,うでな。ひげのぬき島十郎座がドラえを上げると。まあおっしゃること。憎いひげじゅう様、ま。賞をつけてやりましょう。裏戸から呼ばれてきた女たちは。 キャラキャラと強制を上げながら、十郎座を小突き回した。みんな酔っているし、城下を離れた気安さから、袴を投げ肌を脱ぎ、お坊様羽目を外していた。小屋田はよろよろと立ち上がり、よいか、舞うぞ。もう一度言って体験を抜くと、よく澄んだ声で、平家を漏洩しながら舞い始めた。 最後の下り,りである「忠りは西の手の大将にておわしけるが」より始まって岡部の六屋たと組みうちになる「摩神は聞こゆる熊の育ちの大力屈強の早業にておわしければ六屋たをつかみて憎いやつが味方ぞと絵のような舞ぶりだった。 池藤小屋田は金十番の中でも評判の美男で背丈は六尺に近く白石の顔に一文字の濃い眉と彫りの深い唇の線とがひどく印象的な感じを与えている頭もいいが腕もできるしその上誰からも愛される柔和な人柄を持っていたここは高知城下とは国分川を隔てた 五代山の中腹にある播磨屋の別屋敷だった。播磨屋は,りまやは長宗我部氏の時代から土佐随一の海運業者で、山の内氏の世になっても御用商として重く用いられている関係から、随時その別屋敷を家中の市に開放していたのである。今日は古都に若手の者ばかり24人、裏戸から遊び目まで呼んで、 武霊功の騒ぎをやっているのだった。しかし、ここで馬鹿騒ぎをやっているのが全部ではない。この胸の後ろが丘になっている。その丘の松林の中に、もうさっきから6人の若侍たちが集まっていた。堂上騎兵、渡部勝之助、林久馬、林仁三郎、小野黒兵神谷伝之進、 みんな先手組でも襟抜きの者たちで堂みは一番年長でもありまたその組頭でもあったしようがないない,いつまで待たせるんだ忘れているんじゃないかそういえばだいぶ酔っていたぞ呼びに行きましょうか一番年少の林九馬がそう言って立ったうんそうしてもらおう喜兵がうなずいていた キューマはすぐに走っていった。水泳の湾がほとんど目の下に見える。三月初めの空は朝緑に晴れ上がって、高く高く飛びの鳴く声が眠気を誘うように聞こえていた。まもなくキューマが小屋田の腕を肩にかけて担ぐようにしながら戻ってきた。いや、失礼。誠、ま、に失礼。 小やたはひどくよっていたすっかり酔ってしまってもう談合は済んでしまったのですかいい気持ちに舞い始めたものだからつい「談合はこれからだまあ下にいないか」喜兵がブスっとした調子で言った小田が燃え始めた若草の上へ崩れるように座るとみんな喜兵の周りへ座を進めた 牧馬だけは少し離れて見張りのために立っていた今日集まってもらったのは甲賀おの兵衛殿について最後の意見をまとめるためだ騎兵衛が静かに口を切った大通院様がご高い遊ばれて2年この秋にはご三年期が行わせられる おのおのも知っている通り、大通院様には、ご生前何よりも土佐の民たちがお家に起伏していないことをご無念におぼしめされていた。民心が起伏して、山の内家万代の日が来るまでは、成仏せぬとさえ仰せられてある。それなのに、事実はどうか。四。 呂民たちは依然として犯行の心を抱いているむしろご意向を軽んじおとしめているとも言えるだろうこんな状態ではご三年期のご霊前にまみえることはできないぞ喜兵衛は言葉を強調するためにしばらく黙っていた後再び続けたこういう状態をきたした直接の責任は 法が小野兵衛殿にある。小野兵殿は、刑罰を弦にしただけでは民心は起伏せぬという仰せを吐き違えて、ただ五寛大五寛大の一点張りできた。百日期の五法栄に、お供先へ魚を掘った牢石を、何のお咎めもなしに解放したのは誰か。漁網うん上の件について、 漁師どもが騒動を起こしたとき、運上取りやめ、騒動に及んだ漁師どもに、一人の咎めなしという裁きを押し切ったのは誰かまた去る秋、処方の豪族、豪師どもに、年貢上納を申し付ける儀が出たとき、その時期にあらずと反対して、これをもみ消したのは誰かおのべ殿だ。 み騎兵衛の言葉が静かであるだけその小姉の底に脈打っているフンが若い者たちの胸にビシビシと感じられた「こんなことが度重なっては土民たちがお家のご意向を軽んじたてまつるのも道理だ。これ以上こんなことを繰り返していてどうするか」。 思思い切ってやるべき時だと思う。そうだその時なんだ将の黒兵衛の突っかかるような声に喜兵衛は強くうなずいていった大通院様は五輪中におの兵衛は功労格別の者のゆえ我なき後もわがまま勝手を許すと仰せられたと承る。 老職方がそのご遺言に遠慮して何もできぬのなら、我々が代わってお家の過婚を立つべきだ。も、ま、う、あ、それ以上、利妃の救命はいらぬでしょう。まあ、待て。渡部勝之助の咳き込むのを抑えて、もう一つだけ言うことがある。と、騎兵は膝へ手を置いた。 これは、誰が言ったと直さすことはできぬ。お蕎麦御将の一人とだけ申すが、大通院様は、ご他界の数日前、夜半に尾ノべえ殿を御前へ召され、そちにはおいばらを許す、名殿ともせよ。そう、仰せられたとのことだ。尾ノべに、おいばのお許し 純子のお許しを。みんな水を浴びたように息を引いた。お人払いでおそばには誰もいなかった。しかし故障の一人がおふすま際で確かに聞き取ったのだ。燃、ね、焼ではありあまりに重大なことで人にこうと話すこともできなかったが、と。つい一昨日。 幻福の祝儀の席で拙者に告白したのだ岡田一七郎だな林仁三郎が言うといや誰であろうと構わぬ勝つ助が拳を突き出しながら家中一刀おいばらを厳重に禁じられた中に尾辺べ一人はそれを許されたメイドのお供を許されたのが事実とすれば おのべは追い払おすべきだ。しかし生きている。おのべは生きているぞ。もし自分で腹が切れぬと言うなら、我々が手を貸そうではないか。それなんだ。喜兵はうなずいて言った。おのべ殿のお命をもらうことは、かねて覚悟していたが。 そのために一人でも二人でも犠牲を出すのが嫌だった。万策なき時は仕方もないが、なるべくなら誰にも傷をつけずに処置をしたいと思っていた。しかしもういい。おいばらのお許しが出ている以上、おのべえ殿は自災すべきだ。自災しないなら、我々が。言いかけて。 きへいは口をつぐんだ。池藤小彌田が立ち上がったのである今までぼう然と眼前にある若草の目を摘んでいた彼は急にひょろひょろと立ち上がってそのまま向こうへ行こうとする池藤気こうどうするのだ喜兵衛が鋭く声をかけたどこへ行くのだ拙者は いいててもしようがないと思いましてどういう意味でご一同の意見は伺いました小屋田は空の向こうを見やりながらそれで失礼しようと思うのですおのおのがお家のためを思って甲賀殿をのぞこうとなさる気持ちはよくわかりますが拙者は同意できません。 同意できないなぜだ勝之助がぎらりと目を光らせた。なぜ同意ができないその理由を聞こう。理由というほどのことはありません。まあ、強いて申せば、拙者は近いうちに甲が殿の娘を妻にもらおうと思っているのです。何尾野兵衛の娘を 宗徒になるべき人を斬る。これは同意できないのが人情でしょう。では、失礼。小屋田は、早漏と去っていった。五。池藤、あの噂は本当か噂とは甲賀の娘をめとるという話よ。 貫島十郎座はむずと座りながら言った「何もらおうと思う」と言ったまでだよなぜそんなバカなことを貴公甲賀と一緒に切られてしまうぞそんなことはないさなくはない全体が貴公のこのごろは少し不審なことばかり多すぎるぞ まるで人が違ったようではないか。今まで親しく付き合っていた我々とは疎遠になるし、あまり飲まなかった酒を馬鹿に飲み始めるし、先日みたいに急に舞い出したり、もっともあの時は俺が敷いた形もあるが。人間はみんないつか少しずつは変わるものだよ。一体聞こう。 黄河の娘を知っているのか。隣同士ではないか。小屋田はちらと隣屋敷の方へ目をやった。南国の春は早く過ぎる。低い池垣を境に隣り合っている黄賀尾のべの屋敷は、家構えこそ松林に隠れて見えないが、愛接している庭の隅に、 もう散り始めた桜がひともと昼下がりの静寂さを語るかに立っていた隣同士だからどうだというのだ美人だと評判だけは聞いているがまだ誰も近寄って顔を見たものはないぞバカだな小田は苦笑しながら言った嫁にもらおうと思うくらいで相手の顔も知らぬはずはないじゃないか 断っておくが、まだ話は決まったわけじゃないからな。拙者がもらいたいと思っているだけのことだからな。つまらぬ。池藤小屋たともあるものが、何も好んでおのべえずれの娘をもらわんでも。なんとやらは、死案のほかと言うぞ。まるでわからん。十郎座は髭をひねり上げて、 気候はすっかり変わってしまった。なんだかまるで謎みたいだぞ気候は。とにかく道上一党に気をつけるがいい。渡部勝之助などは気候をまず血祭りにあげると言ってるそうだから。それは怖いな。あいつは無鉄砲だからな。俺は冗談を言いに来たんじゃないぞ。十郎座は立ち上がって。 もう一度言うが、甲賀の娘をもらうことはよく考えた方がいい。俺は貴公の親友をもって認じているが、いざという場合には遠慮はしないぞ。ダメだよ。気候には切れぬ。切れぬと気候の立ち筋は悪くない。小屋田は微笑しながら言った。悪くないどころか。 おそらく渦中で十郎座と三本に一本の勝負のできるものは渡部の勝之助くらいのものだろうけれど小屋田を切ることはできないさ池藤貴公俺と立ち会うつもりかなるべくならそんなことになりたくないものだ十郎座は立ったまま飛び出しそうな目で小屋田をねめおろした。 そして大きく首をひねりながら、俺にはもうすっかりわからなくなった。と投げるように言って立ち去った。十郎座を玄関まで送って戻ると、庭からそっと家来の岡倉金右衛門が上がってきた。まだ19歳であるが、顔立ちも心までも老成した青年で、 右足が少しいざりだった。き島様は怒ってお帰りでございましたな。見ていたのか、すぐにも抜くかと思いました。貫島様があんなでは、ほかの方々はどれほどかと考えまして、いささか心がかりに存じられます。喜兵衛が探りによこしたのだ。小やたは座って、 それがわかっているからわざと手厳しく言っておいたまでだが、騎兵には一筆書いてやらねばなるまい。それより調べの方はどうだ。やはりお眼鏡通りでございました。金右衛門は縁先に座った。少年時に集まった者五人。わかったのはそのうち二人ですが。 一人は朝倉の香田久左衛門一人は秋の澄江区内でございます澄江区内それは大物だな他の三人はどうしても分かりませんでしたがその中に牧島現場の守という名が見えましたこれは関ヶ原で治部殿石田三成の飢餓に働いた 現場の神ではないかと思われますが小矢田は黙ってうなずいたがその目は明らかに深い感動の色を表していたあるいはそうかもしれぬ甲賀様の応対ぶりから見ましても私はそれに違いないと考えられました一体ああして諸方の豪族たちと密会して 孔雅様は何をなさるおつもりなのでございますか土地の豪族ばかりでなく、関ヶ原の残党まで加わっているというのは、全く、それを聞いてはならぬと申しつけてあるぞ。はい、承っております。金右衛門はおとなしく抵当はしたが、承ってはおりますが、今日までの仰せのままに、 私が調べましたところでは甲賀様のなされ方はまるで「金右衛門それ以上申してはならぬ」「小屋田が鋭く静止した時である」お「おお危ない」というけたたましい叫び声が聞こえてきた「六」「声は隣屋敷の庭である」 小屋田はまるで待ち受けていたもののように即座に庭へ飛び降りて境の池垣の際へ馳せつけた松林の中できらりと白人が光った甲がおの兵えと老化府の茂門とがもみ合っているそばに一人の乙女が淡然と座っているのが見えたさゆりというおの兵えの一人娘であるおの兵えは 娘を切ろうとするらしい。話せ、茂右衛門、話さぬか。お待ちください。ご胆量でござります。お嬢様、早く逃げて。おのれ、話せというに。体験を持った手で、激しく茂右衛門を突きのけたとき、生垣を乗り越えて小屋田が大股にはせつけ、ご老職。 お静まりください。と立ちふさがった。池藤か。ご折感もほどがあります。まずお待ちください。ならぬ。気候の出るところではない。死災は存じません。無断で生け垣を超えたお詫びも申し上げます。しかし、この上さゆり殿ご折感は、拙者が不承知です。何そちが不承知だと しわをたたんだおのべえの顔に、その双眼が,がきらりと鋭く光を放った。小屋田はそしらぬ顔で、有無を言わさずさゆりを助け起こすと、ご老職も、うわさくらいはお聞き,きでしょう。拙者は、かねてからご息女を家の妻に申し受けたいと存じていたのです。いや、場所柄作法の論は無用です。 妻に申し受けたいという考えをお含みおきくださればそれでよろしい。ゆり合なさあ、参りましょう。待て、池藤、うん、待て。おのべえは土星を挙げた。それはおのべえの娘だぞ。年頃になれば、かして夫に従うのがおなごの道です。とにかく、お怒りの静まるまでお預かりいたします。 サリ殿さいいえお話しくださいましさゆりは取られた手を離そうとしながら私父の成敗を受けなければなりませぬどうぞこのままお捨ておきくださいまし話はあと話はあとです小屋田はびくともせず茂右衛門殿あとは頼むぞと言い捨てると いやがる娘を強引にまるで抱えるようにして連れ去った。遠くから姿こそ見たが近寄って顔を合わせるのも初めてだし無論言葉を交わすのも初めてである。小矢田の思い切った態度にあってさ百合はわずかに反抗しながらもそれ以上どうすることもできない圧迫を感じてあとはただむせび上げるだけだった。 もう大丈夫ですよ小彌田が家へ連れ戻ると披露宴に母親の亀女が立っていたどうしたのですか小彌太小百合殿が折巻されていたのでまあ預かってきたのです小百合殿母ですご挨拶はあとにしてと亀女は振り返っておかよ すすぎの水を取っておくれあなたどうぞ向こうへお回りなされませお父上には小屋たからおわびをさせましょうさあ遠慮なさらずにどうぞお恥ずかしゅう存じますお言葉に甘えましてそれではさ百合はようやく涙を抑えながらすすぎを取りに回っていった母上 目を離さぬように願います。小彌田はささやくように言ったひどく思い詰めている様子ですから一体どうしたというわけです親しくせぬ甲賀様へ勝手に生け垣を越えていったりお嬢様を無理にお連れ申したりお前のしかたは無作法ですよ訳があるんですやがて死いを申し上げる時がまいりますから どうか、さゆり殿のことは、母上にお願いします。そう言って小屋田は、自分の居間の方へ立ち去った。その世のことであった。小屋田が居間で、何かこまごまと書いてある巻紙へ、主室で書き入れをしていると、金右衛門が足早に入ってきて。申し上げます。参った様子です。 血の気をなくした顔で言った。でっ小矢田は筆を置いて「そうか人数は?」と聞きながら立って刀掛か,から体験をとった「3人」と見ましたが「よし出るなよ」そう言ってくるりとそをはしょった「七」 甲賀尾野兵衛の屋敷の西側は、矢竹蔵の土兵衛と相対している。その細い麹の暗がりへ、四人の武士が入ってきた。渡部勝之助、林神三郎、小野黒兵衛、それと新狩りに、抜き島十郎座がいた。みんな腹巻をつけ、足腰らへ十分に身支度をしている。しかし彼らが、 高賀の追へ迫ろうとした時向こうから大股に小屋田が近寄ってきて「お待ちなさい」と声をかけた四人はぎょっとして振り返ったがまず勝之助があっと言って刀の塚に手をかけた「池藤だ小屋田!」四人ともとっさに左右へ開く小屋田は無造作につかつかと進んで 道上、騎兵はいないかと、低く叫んだ。みんな待て。お家のためにがど殿をのぞくなら、その時期を選ばなくてはならん。ここはまず引き上げてくれ。気候の指図は受けぬ。のけ。勝ツ助が叫んだ。満道無用だ。のかぬときって通るぞ。十郎座が、 ぐいっと出ていった。小彌田、昼間そういったことを忘れるな。我々はお家の間を除くために決死の覚悟で来ているんだ。黙って手を引け。無駄だ、十郎座。小彌田は手を挙げながら。屋敷の中には家来が三十四人いる。不意の手当もできている。 こんなわずかな人数で撃てるものではない。拙者から騎兵に話もある。待ってくれ。構わぬ。きれ十郎座の声と同時に渡部勝之助が抜き打ちをかけた。十三日の月が矢竹蔵の屋根の上にあった。土塀と築地に挟まれた狭い麹の半分ほどがくっきりと白く月光に輝いている。 抜き打ちを仕掛けた勝之助の剣が月光を切ってひらめいたと見ると、小屋田の体は土塀の影へ吸われるように隠れ、抜きつれた資本の白人が闇の一点を中心にひしっと取り詰めた。小屋田も抜いていた。彼は正面に十郎座を迎えて、背を土塀につけながら呼吸を図っていたが、不意にその状態をぐらっと左へ動かした。 支えを外されたように、林神三郎が突っ込み、章の黒兵衛が絶叫とともに切り下ろした。小屋田の体はその二つの動作を割るように、さっと月光の中へ踊り出す。勝つという激しい音と、ちぎれたような悲鳴が同時に起こって、神三郎は土兵衛の根に転倒し、刀を撃ち落とされた黒兵衛は、四五軒あまり飛びのいていた。 十郎座、引き上げろ。小屋田が低く叫んだ。貴公らが乗り込もうとするのと同様、拙者が阻止するのもお家のためだ。一人二人を切ることは焦ってはならぬ。まだ時期ではないのだ。引け。騎兵には拙者から話す。言うな。勝ツ助が強く頭を振って叫んだ。おのべえの娘をめとろうとするやつ。 貴様も干物の片割れだ。腕で,では劣るかもしれぬが、生かしておかぬぞ。拙者の申すことを聞け。まだ。言わせも果てず、勝ツ助が踏み出した。絶叫とともに二つの体が躍動した。白人が光の島を描くと見る間に、勝ツ助はだっとよろめき、体験を取り落としながら横ざまに倒れた。 残るは、十郎座一人である。小屋田の凄まじい手並みに圧倒されて、じっと呼吸を図っていた十郎座が、ようやくさっきの盛り上がってきた様子で、大きく一歩進み出る。その時、表の方から挟せつけてくるものがあった。待て、十郎座、カツノスケ、待て呼びかけながら近寄ったのは、 騎兵であった。息を弾ませながら近寄った彼はぼ然と立っている黒兵衛と月光の路上に倒れている勝之助・神三郎の二人を見て「しまった遅かったか!」とうめえた同時に小屋籔が「大丈夫峰討ちだ!」と言った「十郎座を止めてくれ!」「おお池藤!」 こうだったの騎兵衛は言いながら間へ割って入った。抜島、ま、刀を引け。いいから刀を引くんだ。軽はずみなことをしてはいかんとうしたのに。年がいもないぞ。我々は待ちきれないのだ。もういっときも。死罪があるんだ。とにかく刀を引け。 十郎座は黙って刀を下ろした「ここは拙者が預かる」喜兵衛は振り返って「話は後で聞こう」「聞こうはいない方がいい」「そうかでは後に」そう言って小田は体験を収めた」「八 それから三日目の夜、小屋田の居間に、動画三騎兵、渡部勝之助、貫島十郎座の三人が集まっていた。小屋田は小机の上に何か細かく書き込んである巻紙を広げながら、さっきから低い声で説明していた。三人とも石のように硬い表情で、目には驚愕の光をたたえながら聞いていた。 その他に朝倉の香田旧左衛門、秋の澄江区内がいる。この二人はおのおのも知る通り、土佐でも五本の指におられる豪族だ。以上、八人の者たちは、長宗我部氏の以前からそれぞれその土地に強い勢力の根を張っている。いいか、そして小野部殿は、この一年余りというもの、 これらの豪族どもと絶えず密会しているのだ。それは一体どういう意味だわからない。拙者にもまだわからないのだ。一応は豪族どもを怪獣なさろうとしているとも思える。しかし不審なことは、少年寺で密会する者の,の中に、関ヶ原残党の牧島現場の神がいることだ。 三人はいきなりなでられたような表情を見せた。半時ほどの間、彼らは次から次へとそういう驚きの連続であった。小屋田の調べによると、甲賀お野兵はこの一年の間、城下の西に,にある少年寺という古寺で,で、密かに諸法の豪族と密会していたのである。 彼が今挙げた名の他にも六人、みんな土佐に古くから土着している豪子たちで、豊かな筋力と精悍な農兵を要し、これまで偶然と山の内家に反抗しているものである。しかも最近になって、関ヶ原残党の武将までが密会に加わっているというのだから、その理由が不明なだけ、困惑と不安は大きかった。 それで、気公はどうするつもりなのか。今のところではどうしようもない。甲賀殿が何の目的でそういう密会をしているか、その本心を突き止めるのが第一だ。それまでは、気公たちもことを急がず、拙者の調べに力を貸してもらいたいのだ。どのようにも手助けをしよう。何でも申しつけてくれ。 三人は熱心に膝を進めた。小屋田はその言葉を待っていたように、十郎座には裏戸の見張りを、勝之助は少年寺を、騎兵には上中での老職たちの同性を、それぞれ手抜かりなく見張るように頼み、なおこれらの始末を多言せぬように念をした。三人が自居して間もなく、 小田が心所に入ろうとしていると、はしためのかよがひどくうろたえた様子で走ってきた。急いでおいでくださいまし。甲賀のお嬢様が。さゆり殿がどうした。ご自害をなさろうとして。小田はがく然として部屋を飛び出した。母親の隣の部屋をさゆりに与えてある。行ってみると、 母が娘の両手をつかんで引き据えていた。小屏風と机が倒れ、筆や硯が散乱している。小屋田は叱りつけるように、さゆりどの何事です、と言いながら座った。担当をもぎ取られたさゆりは、そこへ突っ伏して泣き始めた。母親は真っ青な顔をして、肩で息をしながら担当を鞘に収めた。 どうしてこんなことをなさるのです拙者が家の妻に迎えると申し上げたのを冗談だとでも思っているのですか小屋田、そのような無作法なことを。無作法は承知の上です。小屋田はさゆりの方へ膝を進めて。甲賀殿のお手からあなたをお預かり申したとき、拙者がそういったことをご存じでしょう あれから詫びごとを申し上げても、お父上はご承認なく、娘は感動した、死体になって戻るとも家へは入れぬと仰せられる。それはお父上様があなたを拙者の妻にくださるお心なのだと思っていました。あなたはそうお考えになれませんかそれともそう考えた上、池藤に課すことはできぬと思われて、 いいえ違いますさゆりはむせびあげながらさえぎった私お情けのほどは身にしみてありがたくうれしく存じておりますけれどどうしても生きてはいられませんのなぜですその思才を聞かせてください」。言いかけて小屋田は母に目配せをした。 そして母が静かに去ると、さらにもう一膝進みながら、さゆり殿、と低く力を込めていった。拙者にも大抵は察しがついているのです。自害すればそれであなた自身のことは解決できる。けれど、それだけでよろしいのですか拙者は、お父上が土地の豪族たちと密会し、 なおまた関ヶ原の残党どもを「池藤様申し上げます」「さ百合はたまりかねたように小屋田の言葉を押し切っていった」「何もかも申し上げます」「あなた様がご存じならば黙って死んでも罪は消えませぬ」「死祭を申し上げて」 ご処分を受けまする。さあ伺いましょう父は謀反を企んでおります小百合の言葉はまず意表をついた小彌田はごくっと喉を鳴らしたが黙っていた大通院様ご高いこの方当上様はじめご老職方にとかくうとんぜられるとか申し 父は大層ひがんでいたようでございます。そのうちにふと秋の郷の澄江宮内様と往来なさるようになり次々と豪士の人々を語らいまして今では土佐で勢力のある豪族たちはほとんど味方につけてしまいました。それであなたが謀反というのは全体どのようなことですか 父の様子があまりに不審でございますから、私は絶えず注意をしておりました。すると先日、父の居間で恐ろしい書き物を見つけたのでございます。小屋田は全身を耳にして乗り出した。娘は気後れのするのを自ら強く励ますようにしながら続けた。それは、 い土地の豪族の名関ヶ原でジブ様のお味方をした大将軍二人牧島現場の神様と木村壱岐様この方々の敵を合わせて2500人今月16日の朝わし尾山の谷間に集まって旗揚げの軍儀をするとの司祭が。 いいてございました。それでは十六日の朝二千五百余の兵をすっかり鷲尾山の谷合へ集めるのですね。そこへ集まるのは主だった人々だけでございましょう。武具弾薬を裏戸から陸揚げすると同時に城攻めをするというようにしたためてございました。私はその書き物を見ましたので。 父をいさめようと存じましたら父は怒って手打ちにすると申し庭へ引き出されました時あなた様に助けていただいたのでございますさゆりは絶望的に小屋田を仰ぎながら「池藤様私が生きていられぬと申し上げました死罪これでお分かりでございましょうさゆりは」 大逆人の娘、とてもあなた様の妻になれる体ではございませんまた、謀反人の父をもって、このまま長らえてもいられませぬ。どうぞ、自害をさせてくださいまし。お待ちなさい。自害はなりません。小屋田は抑えるように言った。感動された以上。 もうあなたは甲賀殿の娘ではない。改めて言うが、ただいまから池藤小屋田の妻です。退逆人の娘どころか、あなたは退逆を未然に防いでくれたのだ。あなたは山の内家にとって非常な手柄を立てたのです。さゆり殿、忘れても軽挙なことをしてはなりませんぞ。拙者は出かけてきます。 父は父はどうなりましょう甲賀殿はご自分の考えたとおりになさるでしょうと申してもあなたには分からぬいずれお話しするまであなたは小屋田の妻だということを忘れずに待っていてください小屋田はそうこうと立ち上がったおのべえ謀反 和ズとよが山之内家にとって無二の行進と言ったその甲が小野兵が主家に弓を引こうとしているというあまりに意外な想像を絶したことであるもしそれまでに小野兵の不審な行動を調べていなかったとしたら小や田でもすぐにそうと信ずることはできなかったであろうしかし彼は今こそ画展が言った 今日まで分からずにいた根本を突き止めたのである。小屋田は馬を飛ばして途上した。もう十時を過ぎていたが、大変と聞いて、忠義は隠蔽を許した。その時忠義は、まだ十八歳の対馬の神であったが、勝達英武のたちで、地理に明るく、土佐二十四万石の領主として、 亡きと豊に劣らずと嘱望されていたそれにしても若き忠義にとっておのべへ反逆と聞いた驚きは非常なものであった憎いやつ憎いやつ忠義は免職を変えて怒ったすぐに総登城をふれ明日とも言わず今宵のうちにうってを向けて踏み殺してくれる恐れながら それは不徳策に存じます。何か他に手立てがあると申すか総当上を触れまして、もしそのうちに一味の者のがおりましては一大事。私が老職どもにはからず、直ちにお目通りを願いましたのもそのためにて。これは恩密のうちに不意をつき、一挙にことを始末する方が万全と存じます。方策を申してみ。 十六日といえば、明後日。当日早朝、お神には猪狩りを仰せ出されますよ。お旗本の死だけ二百人、せことして鉄砲を足軽五百人、人数はこれで十分と存じます。そのような手薄でできるかわしお山の本拠をほふるには十分と存じます。あとはお城係、浜手係。 この方こそ大切でございますが、これは動画上騎兵、渡部勝之助、抜島重郎座どもに先手組を持って当たらせまする。よし、措置に任す。わしおさんへはよも行くぞ。お家にとって一語の大事。十六日早朝までは、誰人にもご恩蜜に。覚えておく。措置も抜かるな。 忠義の目は松明のように光っていた「銃」「ダダダダンダン」「銃声が山々にこだました」「時の声が遠雷のように谷間を塞いだ」「鷲尾んの西側から突っ込んできた一帯と宇都宮の峰越しになだれ込んだ一帯とが」 渋滞をとにして、昼谷の一角につくった砦には甲賀尾野兵を筆頭に甲田久左衛門澄江九内早坂陣兵衛一木田郷的場山名屋内などという土佐の豪族と 牧島現場の神、木村生の神ら、14名の者が集まっていた。骨如として起こった襲撃に、すわ、はこと破れぬ、と決起した人々は、わずかに200人足らずの手表を持って防戦に当たったが、完全に不意をついた城兵の勢いはすさまじく、まず渋滞の一斉射撃にあって半軍が崩れたつと、 続いて突っ込んできた忠義騎下の精兵は霧を揉み込むように本陣の砦へとまっしぐらに肉薄した池藤小屋田は先頭にいた彼は穂先二尺に近い大槍を手に辺りに群がる敵兵をほとんど無視したままシャニムニ本人へと突進した銃声は耐えたが白氷戦の教官は谷間に満ち 打ち合う者の具の、飛び交う剣やり、もうもうと舞い立つ土煙の中に、これらのものがまるで悪夢のごとく展開している。砦の中は嘘のようにガランとしていた。踏み込んだ小屋田は大音に、甲賀殿、剣山つかまつる、甲賀殿、と絶叫しながら奥へ進んだ。お、おのべはここじゃ。 公然と叫ぶ声がして、向こうから甲賀斧兵衛が現れた。黒い尊しの鎧に兜は傷、自慢の槍を持って悠ゆ々うゆうと進み寄る。小屋田か、待ちかねたぞ。参れ。ごめん。小屋田はそのまま突っ込んだ。老いたりとも千軍万馬の勇士。 亡き数豊と共に一生を先人の中に過ごした小野兵衛だ。無座とはうてまい。小屋田はそう覚悟していた。しかし小野兵衛は人合わせもせず、その体を盾のごとく小屋田の突っかける槍の下に脇壺を差し貫かせてどーっと倒れた。それは事実、差し貫かせたと言うべきである。 小屋田は呆れ、甲賀殿と槍を引いた。尾野兵衛は声高く、あっぱれ、手柄だぞ、小屋田と自分の首を叩きながら言った。早くこの首打って、殿の,の御前へ持て。最後に望んで、そちだけに申す。 もはやお家は万世だぞ小屋田は来荷に打たれたごとく葬儀を震わせながら小野兵衛の白髪首を見下ろしていた十一。同年九月二十日月輪山新余寺において一豊の三周期が行われた石上 小屋田は休息の間で、忠義に人払いの目通りを願い出た。そして、涙とともに、小野部へ反逆の真相を伝えた。忠義は、無論すぐに信じられなかった。大通院様は、ご多界の数日前、小野部を召されて、追いばらを許すと仰せられました。しかし、 それには土産がいる。三年の間に土産をこしらえて追ってまいれ。そう仰せ遊ばされたそうにございます。それがあの反逆だと申すのか土佐の各地に根強い勢力を持ってお家に反抗する豪族どもは尋常一様の手段で岐阜する気色がございません。おのべは おいばらすべき命を伸ばし、これら怒号たちと謀反を図った上、ひとところに集めて、自分もろとも一挙に過婚を滅ぼしたのでございます。娘さゆりがその密謀を知りましたのは偶然のことでなく、おのべがわざと知れるように図りましたので、娘の口から私に伝わることを承知の上と存じます。 最後に望んで、もはやお家は晩政と申しました時の、おのべえの静かな笑みをたたえた顔が今でも私の目にははっきり見えまする。小屋と、ついに忠義は感動に震える目を上げて、宙を眠めながら言った。よくわかった。よくわかったぞ。 は大通院様が五輪中におのべは当家にとって格別のものと仰せられた格別のものと心と心とこんなにぴったりと触れ合うものだろうか大通院様とおのべとこやた忠義の声は いいつかしめっていた。おのべえは土佐の国柱だなそのお言葉をひと言生前のおのべえに聞かしてやりたかったと存じまする泣くな忠義は脇を向きながら言ったそしてそう思うなら 娘さゆりに目をかけてやれおのべにもし心残りがあるとすればそれだけであったろうよいかどの小屋田は涙のあふれる目で忠義を見た客殿の広縁には秋の日が明るく土佐二十四万石の礎が かっことして築かれたのを祝福するごとく、前庭の木々は金襲をつづって、目もあやに燃えていた。